石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は環境や社会貢献向け ESG 債広がる18自治体発行計3300億円にということで、1つ目、脱炭素や防災などの施策の財源として ESG を発行する自治体が増え、今年までに計10都道府県8政令都市というのが読売新聞から出ています。2つ目、大阪府50億円、15年 0.927%、 神戸市300億円、5年で 0.2%、 愛知県100億円、5年で 0.249%、 日本国債5年で 0.13%。 3つ目、 SDGs 債のこと、環境社会課題解決を目的として発行、信用力はその発行体が発行する他の通常の債券と同様。4つ目、資金調達が容易になる、もちろん証券会社が絡む支配者構造、投資に対し国が助成金などを出すのかもしれないということで、4つのテーマで話をしていきます。今日はこの ESG 債ということで、いわゆる環境破壊とか社会貢献向けの債券を18自治体が発行して3300億円になっているという話です。1つ目、脱炭素や防災などの財源としてこれを発行する自治体が増え、10の都道府県ってさっき言ったんですけど、10の都府県、8政令都市で起きていると。で、これは日本証券業界協会というところでちょっと調べたんですけど、2022年の9月になんと、額としても3兆円発行されていると。で、ちょっと前、2019年で 1.2 兆円、2020年で 2.1 兆円、2021年が 2.9 兆円なので、この2022年の9月、10、11、12月が含まれていないんですが、すでに3兆円のお金がこの債券として発行されているという状況です。で、これはいわゆる脱 CO2 のグリーンボンドと呼ばれるものと、あとインフラを整えていくですね、ソーシャルボンドというものを合わせて、サステナビリティボンドというふうに、2007年のヨーロッパから始まったというのがこのお金の流れです。で、ちなみにこの2020年には全世界で35兆ドル、なんと4900兆円ものこの ESG 債が発行されているということなので、もうまさにこの環境とかの問題に対するお金がもう莫大に集まり始めてきているというのをまず知っておかなければいけないという感じです。大阪府で50億円で、これ15年で 0.927% の金利がもらえると。神戸市で300億円で5年で 0.2%。愛知県で100億円で5年で 0.249% で、これ日本国債っていうのは今いくら金利がつくかというと、5年で 0.13% なので、この愛知県のものだと約倍ぐらい金利がつくという感じです。神戸市だと 0.2%、 国債が 0.13% なんで 0.7% 同じ期間では高いと。で、2021年にこれ政府保証がついてるって書いてありました。住宅金融支援機構が1000億円発行していて、もっと大きいところでは東日本高速道路、多分昔でいう道路公団のことだと思うんですが、8000億円これをもう発行していると。で、さっきの住宅金融支援機構はトータルで4350億円もこの ESG 債を発行しているので、ここにもう何かしらのお金の大きな動きがあるということを見ておかなければいけないという感じで、3つ目、これは要は SDGs 債っていうのが本来のものなんですけど、もう名前がすり替わっており、 ESG 債として表に出てきてるのかなという感じで、環境社会課題解決として発行してるということと、あとこれ保証ですね、通常の債券と同じっていうことなので、さっきのこれ政府関係の道路公団と住宅金融公庫みたいなののもっと違うバージョンのものなんですが、もともと政府の天下り機関なんですが、そのようなところがこのお金を発行しているのと同じ状況になっていると。金利払わなきゃいけないんですけど、これ重要なんで、お金を発行することになっているという状況です。4番目、資金調達が容易になる、もちろん証券会社が絡む支配者構造ということで、これそれぞれに当然
債券として売ってるんで金融機関がついているんですね。なので非常に重要なことになっていて、支配者構造そのものと。でおそらくこれから政府がこの SDGs に対してさまざまな予算を配っていくと、要は脱 CO2 に向けて、それを支援する会社に対してお金を配っていくので、今その前段階としてお金を借りて、要は債券を発行してこの ESG 債を発行して、債券を発行してお金を集めて、この事業に対して国からお金が戻ると、要はキャッシュバックする可能性があるというのが今回の非常に大きなお金の流れとして生じていると。で昔で言う、さっき言った道路公団とか住宅関連ですねはもう天下り先のもうトップ2ぐらいのレベルなんですね。なので日本は実はここにいわゆる埋蔵金みたいなお金が大量に隠されており、この予算を使うのが天下り役人っていう風になってます。でここにメスを入れようとした人たちがいたと思うんですが、結局入らなかったと。なぜなら欧米 NATO 連合だからですね。なのでこのようなところに今、お金を発行する権利みたいなのを、まあ債権だから金利払わなきゃいけないんですけど、無料で発行できるわけではなくて債券なので金利を払うんですが、それでも非常に少ない金利でお金を借りてですね、何かしらの事業を起こしてキャッシュバックするシステムと、新たな搾取システムが発動しているというふうに私は見ています。なのでこの今回の脱 CO2 地球温暖化環境破壊とかっていうのは、ずっとこの SDGs に世界中が向かっており、やってることは新たなお金の発行権を得てですね、それを各国政府が補助金を出してお金を配るっていうシステムにおそらくなってるというふうに見ています。なのでここをよく見ておいてですね、自分がお金儲けるんであれば、この SDGs のところに乗っかっていかなきゃいけないので、ここにお金が入ってるところから仕事を受けようっていうことをやっていくと、売ろうかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、コメント欄にご質問いただければと思います。私はこの別に ESG 債のことについて詳しいわけではなく、さっきいろいろ検索して調べた結果、やっぱりこういう構造なのかということが分かったんですが、コメント欄に何か質問とかあればですね、書いていただければと思います。あとチャンネル登録ですね、基本的にこの番組ではアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていうことから、今日みたいに経済の話とか、支配者構造とかですね、あと陰謀論から、心理の話まで幅広くやってますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。動画が1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間 Zoom で個別で、オンラインで相談っていうのをやってます。水曜日と日曜日に1日1人だけやってますので、ぜひ興味ある人ですね、アンティークコインとしてお金を増やしたい、守りたいという人はぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。あと、ズームがわからない人いるんですが、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットの人はリンククリックするだけ、デスクトップの人はマイクだけご用意していただければというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。